ございます。無重力のまさとです。はい、前回の動画ではステディをやめるという報告をさせてもらったんですけど、たくさんの方から温かい応援のコメントをいただきました。もう本当にね、僕はもう周りの人にめっちゃこう愛されてるなというふうに感じました。動画の更新もね、かなり久しぶりになってしまったんですけど、楽しみに待ってくれてる人もね、結構いたみたいで本当に嬉しかったです。ということで、また僕は新たな道にまた進んでいこうと思います。そしてこの YouTube の方もまたね、ぼちぼち更新していこうかなと思います。 Vlog の方をまた出してくださいっていう風に結構ねもらってたんで、Vlog の方再開しようと思います。僕のこの日常のねルーティーン、いつも朝起きてから寝るまでのね、1日のルーティーンをねまた配信していけたらなと思います。以前と今ではまた生活スタイルが変わってるんで、また違った姿届けられるかなと思うので、皆さんこれからご視聴よろしくお願いします。今はね、 TikTok のライブ配信をね本格的に始めたんで、毎日朝と夜はねライブ配信を必ず行ってるんですよね。だから今もね朝一、とりあえずね TikTok ライブからスタートします。そんな感じでこれからも更新頑張っていこうと思うので、皆さん今後ともよろしくお願いします。ということで、朝一の配信始めます。ちょっとね、部屋も配信用にね今模様替えしてるんですけど、こんな感じで鉄棒になんかねついてると思うんですけど、これね電気をつけると、こんな感じで LED が光ります。今ねちょっと部屋明るいんで分かりにくいかもしれないんですけど、これね電気を消すと、こんな感じでかなりいい感じにね光ります、こういう感じでリングライトがあって、このリングライトの向こうにこんな感じに鉄棒があるという感じで、これが僕の今の配信環境です。ありがとう。配信終わり2時間ぐらいかな、3時間ぐらいか、3時間ぐらい配信しました。毎日朝と夜3時間ずつぐらい、計6時間ぐらい最近はやってます。庭に出てきたんですけどね、ちょっと庭がねとんでもないことになってるんですよ。見てください、このジャングルですよ。完全にもう草がねボーボーでやばいです。マジで草刈らないとね虫がやばいんですよ本当。もういつね刈ろうかなって迷ってるんですけど、もうこれ除草剤撒くしかないかなって思ってます。こんな感じのジャングルなんですけど、軽くここで朝トレやっていきます。最高の天気ですね。ということで洗濯物外に干しました。気持ちよさそうです。今僕肩痛めてるんですよ。徳島のねオブスタクルレースの会場で体験会に参加した時に、その時にちょっと肩をね脱臼しちゃいまして、その脱臼を自分でね入れたんですよ。そしたらその衝撃かなんかで靭帯の方を損傷したり、骨が削れてたりで結構踏んだり蹴ったりで今かなり肩痛めてて、それがねもう1ヶ月ぐらい経つんですけどね、ちょっとまだ完全に治らなくて、これ治るまではゆったりと無理せずにトレーニングすることになりそうです。ここは我慢しながらですけど、やれることはやろうかなという感じでやってます。今日はねちょっと忙しいんで、これで一食済まします。これネイチャーカンのねプロテインです。プロテインはねいろんな種類あるんで、いつもね毎日違う種類飲むようにしてます。いただきます。ということで今から出かけます。2軒目。シェアオフィスだったんで、シェアオフィスでこうね本当にすごい横綱だから、芦屋神社に来ました。自宅の最寄りまで帰ってきました。昨日はね、会食で
その後飲みに行って終電逃しましたね。で丸いやつのこと、あの丸いとこで会ってますよ。おえー何ありがとうありがとうありがとうございます。いや配信終わった。ちょっとね昨日飲みすぎて二日酔いだったんでちょっとねきつかったんですけど気合でやりきりました。明日も朝6時から配信です。寝る前にちょっとねご褒美を食べてから寝ようと思います。これ友達がくれたお菓子なんですけどかなり美味しいらしいんでいただきます。うんうまい。うん、おはようございます。かなりむくんでます。昨日はね寝る前にお菓子をね散々食べ尽くしました。はい、まあ久々にねチートデー2日連続でやらかしたんですけど、まあ、ちょっと今日からまた切り替えていきます。とりあえずまずね朝はいつものルーティンの TikTok ライブ配信からやっていきます。頑張ります。おはようございます。ナイスビーン。はぁ、久しぶりです。お元気ですか？元気です。ちょっと眠たい。あ、ちょっと。マサトさん。はい。顔がすごくむくんでます。本当に顔がすごくむくんでます。やばいね。やばいよ。早く有酸素してください。配信終了しました。今日も3時間ぐらいやりましたかね。今からちょっと買い物に行ってそこからね仕事します。半額セール買います。スーパーで朝の買い物しました。僕半額にねマジで弱いんですよ。もう半額のもの見たらね買ってしまうという特性があるんでいっぱい買っちゃいました。オートミール、ソイプロテインのワンスクープで混ぜる。ココアとシナモン入れます。プロテインオートミールです。郵便局まで散歩。ほんまに肩痛いっすわ。なんか脱力したらねダメなんでちょっとね入れた状態じゃないとめっちゃ痛いんですよね。パッカーン。これ大根です。大根を味付けて炊飯器で煮込みました。ちなみにね味付けはこの丸まん味噌のね味噌だらってやつなんですけどこれめっちゃうまいですよ。いただきます。うまっ。おやつのトマト。最後夜の配信をして今日一日終わりです。配信終わり。今日もやりきりました。もうこれが終われば一日が終わりですから、もう最近こんな感じの日々ですよ。毎日もっとねスケジューリングをうまくやれたら昼間とかねもっと遊べると思いますし作業ももっとできると思うんですけど今ちょっとなんかうまくできてなくてね効率よく進められてないんですけど、まあ、これも慣れてくると思うんでね慣れてきたらもっと充実した日々をね見せられると思います。こんな感じでこれからも更新頑張ろうと思います。まあ、面白いかどうかはわからないです。ただ僕ありのままをね発信するのみだと思うので作った自分ではなくても全部素を出していこうと思うのでもう見たい人だけ見てくれたら構わないんで僕はそのスタイルで昔からずっとやってるんで、まあ、今後も変わらずやっていきたいと思います。仕事の方もトレーニングの方も、まあ、徐々に戻していこうかなと思います。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のルーティンも見てください。さよなら。